年収チャンネル。基本給はあるんですか？大手は基本給プラスボーナスで一般の企業と変わらないんですが、どうでしょうか、残業代込みで初任給25万とか7万ぐらい、一概には言えないんですが、青天井のところですと回のボーナスで最高10億近いビルを両手で取引しましたんで、それでもう一気に入ってきてしまいましたんで、やったら陰線で何も入ります？陰線で10億なので、まず片手でも3000万ですよ。3000万で6000万入るわけですよね。で、まあ、両手でうまくやったら6000万ですよね。まあそれにテンパーとか 15% とかまでいっちゃったら結構もらえます。なるほど。じゃあそれはもう800万ボーナス800万のコースみたいな。全然いっちゃいますね。夢がありますが、実際その10億の取引に入れるのはもう 2B の取引になるので、なるほど。でまず経験を積まないことにはまずそのステージにはいけないです、ね、なるほど。まあでもね、ぶっちゃけあれですよね、学歴とかなくてもできる。あ、おっしゃる通りで、学歴は関係ないですね。学歴は関係ない。高卒の人とかもいるんですか？大手ではさすがに厳しいと思います。宅建取らないといけない。宅建はだいたい営業マンの 98% は持ってますから、そんなに難しい資格ではなくて、合格率 15% って言われてるんで、勉強すれば皆さん取れますから。なるほどですね。もう言い方悪いですけど、不動産営業ってもうバカなやつが一発夢を見ていくイメージもあるんですよ。そうですね、まあ、最近は高学歴の方もよく後輩とかにもいますね。働いていてそんなに難しい仕事ではないなとは思います。むしろ株元さんが嫌がりそうですけど、人間力とか人が好きとか、はいはいはい、そこら辺で得意な人がやっぱお客様の心をつかむじゃないですけど、やっぱお客さんの懐に入っていく仕事なので、まあ、むしろ学歴というよりはそういうところが求められると思います。なるほど。その業界で独立ってする人いるんですか？セカンドキャリアとしたらば独立が一番多いんじゃないですかね。ただもう自分で売った方がいいですもんね。そうですね。不動産仲介っていうのはやはり在庫を仕入れるっていう概念とはちょっと違うので、参入障壁自体が少ないんですよね。要は買い手と売り手がいて、その間に入って取引を遂行させればいいだけの話なんで。ところが流通業界と派生した買取業界、これは安く仕入れて高く売るっていうビジネスなので、これはリスクが伴うので、仲介でまず実績を積みつつ、安く買える物件がチャンスがあったらば安く仕入れてっていうので、買取業界にこう進んでいく人もいますけどね。オープンハウスさんとかは自分たちで建て売りなんで違う感じですか？あ、オープンハウスさんなんかは自社の商品、自社商品、土地を仕入れて、自社商品を建ててエンドに売るっていう形なんで、でも非常にお付き合いがあって、まさにその土地仕入れは我々仲介を通して買うので、はい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 、一般のお客様が買い主様であることが多いんですが、中には不動産の買い取りを専門にやっている業者さん、その代表例としてオープンハウスさんもよくお取引させていただいてます。すごくハードワークで離職率めっちゃ高そうみたいなイメージあるんですけど、どうなんですか？そうですね、会社にもいまして一概にはいないんですが、数字がものを言う世界なので、当然数字ができなければマネージャーによってはかなり詰める上司もいますし、稼げなくてまあ辞めてく人もいますし、詰める文化っていうのは最近は結構下火になってきましたけどね。あ、そうなんですか、はい、なんか絶対看板持って立ってるじゃないですか。もうなんとかハウスさんとかはね、よく立ってるのを見るんですけど、そういうのはやんないですか？雨の中でもお前あくまで、流通業界でなるとやはりインターネットが主流なので、なかなか現地でこう立ってやるっていうのはなく、まあ、インターネットの反響が主になるんですが、反響営業だったらそんななんかブラックになりようがないですよね。売り主様からお預かりするところでは絶対に負けられない戦いなので、はいはいはい、ここは絶対信じなきゃいけないんですけど、1年目2年目が池の鯉じゃないですけど、こう口パクパク開けてたら餌が入ってくるようなのは最初はやらせてもらえなくて、まずは自分で反響を取ってこいっていうことで、ポスティングチラシ、おこの文化はまだ根強く残ってるところもあると思います。1日でやっぱ2000枚とか3000枚机の上にボンと渡されて、巻いてこいと。渡した側の先輩もこれじゃ反響来ないって分かっていると思うんですけど、はい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 、通過儀礼でとりあえず一件の重みを知れみたいな。おっしゃる通りですね。1万枚巻いてやっと1件来るんじゃないかっていう、今時チラシ見て不動産買う人ってほとんどいないんで、はいはい、とはいえ、まあ、最初は経験だということで、1日チラシを2000枚巻きまくってヘトヘトになって終電で帰るということもやっぱありましたね。今はそんな忙しくないですか？なかなか、まあ、このコロナの状況なので売り手買い手のニーズっていうのは、そうですね、下がってきてはいますね。
闇みたいな話ないんですか。結構僕は闇深そうな業界なんじゃないかなと勝手に思ってるんですけど。不動産といえば闇が深いと。チラシを任されるっていうのは新入社員がありがちなんですけど、年次が上がっても数字ができない人はやっぱりできないんで、そういう人はいまだにチラシ巻いてる人もちらほらいますし、4年目でまだチラシ巻いてますみたいな、チラシ巻きしか仕事がないみたいな。要は反響営業っていうのもマネージャーが誰にその案件任せるかによるので、チームで動いていても足引っ張ってる人と稼いでる人如実に現れるんで、数字になって出ますもんね。出ますね。闇といえば裏金だったりとか。裏金、教えてください、教えてください。キックバックだったりとかっていう噂は正直絶えないですね。それはどういうスキームで起こるんですか。売主様からお預かりした資産を一般のお客様の欲しい方にお譲りするっていう取引もあるんですが、買い手様が不動産業者のパターンも結構あるんですね。売主様が3800万円で売りたいと言ってるマンションに対して、買取業者さんが3000万円で買いたいって言ってきたとするじゃないですか。それをバカ正直に3000万円でまとめず2900万円でまとめちゃったと、はいはい、そうすると買い手の不動産業者さんは100万円浮くわけじゃないですか、はい、じゃあこの100万円をどう有効活用するかっていうのがポイントになってくると思います、はいはいはい、普通に2900万円で買ってもいいんでしょうけど、100万浮いたし、この100万円をもしこの営業マンに美味しい思いをさせれば継続的に安く買える案件が入ってくるんじゃないかっていうことで、もうその100万円を一晩で使って豪遊接待、はいはい、豪遊接待する業者さんも結構いますし。なるほど。現金で渡したりとかはない。そのお小遣いということで、まあ、その浮いた100万円をどう使うかはもう不動産業者と営業マンの中での話なので、これが100万なのか200万なのか300万なのか、不動産仲介のむしろできる営業マンっていうのはいくらでも安くまとめる技術はあるので、はい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 、不動産業者さんとの癒着っていうんですかね。なるほど。ものすごいですね。でもそんな億単位の取引まとめたらもうね、がっぽりいくんですね。すごいですね。とんでもないですね。会社からもボーナス入るんでしょ。ボーナスとは別にやっぱり裏金として受け取っちゃうんで、その裏金っていうのがね、あくまで裏金なので銀行には預けられませんので。タンス預金ですか。タンス預金になっちゃうっていう、はいはいはい、だから使いどころっていうのは限られますけどね。不動産流通業界で働いてる人でやけにめちゃめちゃ金持ってる人はやってるってことですか。 99% やってんじゃないですか、ね、ただ先日も大手不動産販売会社で普通にバレて解雇されてますんで、ただの不動産業者がポルシェ乗って出勤とか昔ザラにあったんですよ、はい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 、バレるルートとしては内部告発一件で結構手にしちゃう方がいるみたいなので、まあ、そういうので羽振りが良くなったりとか超高級時計とかになっちゃう人っていうのは怪しいですよ。それってどうやって調べて足がつくんですか。噂から始まりますよね。噂ベースで尋問になるみたいな。人事にホットラインされるんじゃないですかね。あ、そしたら人事がそれで事情聴取だったり、だからいかに足をつかずに裏金受け取るかっていうので、知恵を絞ってますね。やべえ業界だな。やべえ業界。とはいえ対人能力は高かったりだと。あ、そうですね、まあ、そういったところをクリアすれば、まあ、それこそ売れば年収青天井で2000万だったりとか、まあ、3000万だったりとか、まあ、いや3000はきついかもしれませんね。いやイメージはやっぱ2000ぐらい。なかなかもう独立しないとさすがにそこはいけないし、本当にあって2000、本当にトップオブトップでがっつりインセンティブがつく会社さんだったらありえるかもしれませんが、一営業マンで、いわゆる保険の営業だったりとかまではいかない。あとは意外とお金だけで働いてる人ももちろんいますけど、意外とお客様のために働いてる営業も結構います。結構やりがいあるんだ。それこそ日常生活に非常に紐づいている仕事なんですよね。先日私が取引したのは泥沼離婚が理由でマンションを売却したいっていうお客様から資産を預かりして、ようやく買い手が見つかったんですが、その買い手が新婚1ヶ月っていう、この2つが結びつくんだっていうのは非常に感慨深いですし、いわくつき物件みたいな。いやそれも全部承知の上で買っていただいてるんですけど、離婚してる夫婦は会話できないんですよ、私を通さないと。もう家庭内別居なんで、はいはいはい、そんな売り主様に対して買い手様はもうめちゃくちゃラブラブなカップルなわけでしょ。で、契約の時に買い手様が手が震えてサインできなかったんですよ。ほう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 。で、ちょっと頼りないとかって言って新婚の奥さんがいじって、いやだって5000万円の契約だぞみたいな。
言ってる中でめちゃくちゃ早く終われよって言って冷めてる売り主さんがいる。なるほど。人間ドラマじゃないですけど。全然人のための話じゃないっす。シンプルにちょっとおもろかっただけで。まさにそうですね。本当に人間ドラマを見てるかのように一つとしてこう同じ取引っていうのがないので。互いにこう売り手と買い手の人生のターニングポイントにこう立ち会うことができるみたいな。A4 用紙びっしりに感謝のお言葉をいただけることも結構ありますし、直接お客様からこの人生の一番最大なお買い物、そして自分が持っている一番高い資産を扱えるというところで非常に感謝していただきますし、長くお付き合いするお客様も多いので、そういうところでやりがいを感じる営業マンは非常に多いですね。なるほどですね。ちょっと楽しそうですね。どうでもないですよ。そういう意味ではお金の面もあり人の面もあり、そうですね、まあ、ただとはいえ黒い面もありっていうところ で、 そうですね。あとは、ね、超超アナログ業界ですね。もうペーパーとハンコ文化がもう色濃く残ってるので、その辺でもっと業務効率できるとこたくさんあるんですけど、なかなか IT 化が進まない業界ではあります。とはいえバイタリティやって頑張りますみたいな人には、まあそんなに30歳でね2000万とかっていける可能性がある仕事ってそんなに多くないじゃないですか。しかも後ろ暗い商売でもないですし、っていう意味では向いてる人は向いてるかもしれないというところなので、不動産仲介流通業界ですねに興味を持ってみても良いのではないでしょうか。ということでよろしいでしょうか。はい、では本日どうもありがとうございました。ありがとうございました。年収チャンネルでは年収ガイドブックを視聴者皆さんにプレゼントしています。フリーランス向けオンラインサロンもやってます。出演者募集中。概要欄をご覧ください。